あげちゃってもいいさと考えるんだ。何ジョジョ、ダニーがおもちゃの鉄砲を加えて離さない？ジョジョ、それは無理やり引き離そうとするからだよ。こいつはくせえ、ヘロイカの匂いがプンプンするぜ。俺はおせっかい焼きのスピードワゴン。スピードワゴンはクールに去るぜ。あったり抜かすなよ、金持ちのアマちゃん。運命か。人の出会いってのは運命で決められてるのかもしれねえな。今日という日が永遠に続きますように。エリナ・ジョースターはあなたと共に死にます。ああ、美しすぎます。ジョナサン・ジョースターの人生は忘却の彼方に消え去りました。それは世の中の人々には決して知られることのない影の歴史です。彼の生きた誇り高き人生の物語は世間に聞こえることは決してありませんが、彼の子孫には聞こえるでしょう。あの時、私の体内に宿りつつあった新しい生命にはきっと聞こえるでしょう。かかったな、アホが。我が名はダイヤ。必殺サンダースプリットアタック、サンダークロススプリットアタック。波紋入りのバラのトゲは痛かろう。1秒間に10回の呼吸ができるようになれ。10分間息を吸い続けて10分間吐き続けろ。飲んどる場合か。我がドイツの科学力は世界一。人間の偉大さは恐怖に耐える誇り高き姿にある。ギリシアの詩家プルタルコスの言葉だ。クラエカース、1分間に600発の鉄鋼弾を発射可能。30ミリの鉄板を貫通できる重機関砲だ。俺の体は我がゲルマン民族の最高知能の結晶であり誇りである。わしはウィルソン・フィリップス・ジョーエンジンだぞ。貴様何者だ。わしにこんなことして許されると思っちゃるのか。ああ、この上院議員の私の命だけは助けてくれますよね。俺たちのカードは書物の神トトと創造の神クヌム、オインゴボインゴブラザーズ。弟よ、俺たちは無敵の兄弟だな。グッドアイデア。絶対 100% です。はい。あ、新しいページが現れたぞ。僕のスタンド、書物の神トトの予言は必ず当たる。ウキリ、ウキリ、ウキク、ウキリ。運命なんです。はい、余地は絶対です。ジャスティスは勝つ。 HB の鉛筆をビキッとへし折ることと同じようにできて当然と思うことです。じゃあなたの人生を見てみたい。
それだけでいいのじゃ、わしは。悲しいよ。ぶち殺す。グッド。ところで、こいつは私の猫さ。私は賭け事が大好きでね、くだらないスリルに目がなくって病みつきってやつでして、イカ様を見抜けなかったのは見抜けない人間の敗北なのです。言ってやる、俺は最強の博打打ちだ。 Exactly。俺はゲームの天才だ。負けるはずがない。俺はゲームの天才だ。負けるはずはない。もしかしてオラオラですか？クキク。まあ、自慢のコレクションというものは他人に見せてサンジの言葉を聞きたいと思うものです。中にいたのは俺だった。今蓋を開けていたのに。腹の底からザマミロ&スカッと爽やかの笑いが出てしょうがねえぜ。こんな てめえ抜け作と呼んだな。なんで知ってんだ。なめるなよ。一つ聞いてもいいですか。どうして私のあだ名が抜け作ってわかったんですか。俺の名は呪いのデーボ、スタンドはデビルのカードの暗示。呪いに振り回され精神状態の悪化、不吉なる墜落の道を意味する。なぜ俺が冷蔵庫の中にいることが分かった。エイトユー、三つだ。願い事を言え。嫌だよ。人間は心の底から願うことに最大の弱点全てが現れる。